つ目、ワクチンでございますが、先行接種が17日にスタートをし、昨日5時の時点で、16施設で611人の接種が、終わりました。現時点で、PMDA に対して、接種直後のアナフィラキシーあるいは、死亡するといったような案件の報告はございません。先行接種に続きまして、医療従事者の優先接種が行われますが、そのための、コロナワクチン1000箱を19万5000バイアルの配布を行います。3月1日の週に500箱、8日の週に500箱、ワクチンが順調に入ってくればという前提ではございますが、お手元に配布数をお配りをしていると思いますが、この数量で、お配りをしていきたいと思っております。とりあえず来月24日に各都道府県からこの数字で示されたワクチンをどこに配布するのか、配布予定先を報告をしていただいて、再来週早々からこのワクチンをお届けをして、医療従事者向けの接種をスタートしていきたいと思っております。このワクチンで1回目の接種を受けた方が3週間経って2回目を確実に受けるように、次の1000箱のワクチンを改めてお届けをしたいと思っております。ワクチンの第2便の承認が得られているということをご報告をいたしましたが、第2便387箱を75,465バイアル、387箱75,465バイアルが到着する予定になっておりますので、500箱、やや自転車操業かもしれませんが、しっかりと医療従事者用にスタートさせていきたいと思っております。高齢者の接種がそれに続きますが、4月から開始をする方向で準備を進めております。高齢者は基本的に数が3600万人だからちょっと桁違いにさらに増えていきますし、すべての自治体にお願いをすることになりますので、都道府県市区町村のご協力をいただきながら、まずテスト的に限られた数量のワクチンをお配りをして、配送ですとかシステムですとか、さまざまなことを確認をしていただきたいと思っております。そこから順次広げていって、3600万人の高齢者への接種ができるように少し段取りを丁寧に確認をしていきたいと思っております。詳細につきましては自治体ともご相談をして、できるだけ速やかにスタートをしたいと思っております。それからワクチン接種の記録システム、ナショナルデータベースのシステムにつきましては、2月17日にシステム開発運用に関する契約を締結をいたしました。クラウドに市町村のデータをアップしてもらって管理してもらうということで、一つは災害への備えに強くなると思っております。これなしですと実際の接種台帳に入力されるまでは予診票という紙を物理的に持ってなければいけないということで、災害に非常に脆弱になってしまうのではないかとちょっと心配をしておりますが、ナショナルデータベースに日々入力していただくことで災害には非常に強いということができると思います。それから住所地以外で接種を行っていただいたり、あるいは引っ越されたり、1回目と2回目の間
してしまったりという方の再発行などの問い合わせ、これも予診票をめくって探さなければいけないというところから、まあ、この管理システムで情報を引き出すことができるようになりますので、自治体の皆さんからしてみると、住民の方々からの問い合わせに迅速に効率的に対応ができるようになるのではないかと、接種台帳から LG1 上にデータをアップしていただくという一手間かかりますけれども、あと入力はバーコードで簡単に入力できるようなものになる予定にしておりますので、最初の一手間余計にかかりますが、あとさまざまな対応を考えると、自治体の皆さんの手間も軽減できるのではないかと思っております。いろいろ意見交換をしながら詰めてまいりましたので、